進む可能性がある。ちょっと受付のお姉さん話聞いてます。ボス、ボスって仕事を手伝ってくれ。デートに大遅刻なんだよ。めっちゃ怒られた上に振られたんだよ。この子お風呂はいらないよ。噂の人さらいに俺さらわれたいよ、お姉さん。噂の人さらいがここにいるのか。はい、ね、雰囲気が落ち着かない。どの席も人が座ってる。相席する勇気がない。女子さえもしかして席がないのかな。大人だってストレス発散にゲームだってするんだよ。休憩時間に仲間とゲームをしてるのよ。仕事中にゲームをしてるのよ。クズじゃねえか。こんにちは、そしてさようなら。今ちょっと忙しいんだよ。少し悪かったとは思ってる。外れたのにいきなり帰ってしまって2時間待たされたのよ。ボスの仕事手伝ってたって本当かな。5分だけ聞いてくれって1時間愚痴聞いてるのよ。おや、見ない顔ですか。こちらの会社の方ですね。いろいろ大事なもの、まあ、通信機器とか言ってたんで、この妨害電波出す機器をまず壊すのかな。息子が弁当忘れたんで届けに来たんじゃ。恥ずかしいから来ないでって言われた気もするが、これも親心じゃって。あの奥の部屋気になるわね。それっぽいところを後回しにするのは監視カメラだ。ほう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 、見える。下か。上からいろんな人見てるけど、みんなお金持ってそう。ここかな、ほら。あ、視界が。50になったんで、プラグが減らないアイテム。減らないアイテムとキノコとか使うと減らないキノコを永遠に食えるわけね。まあ 5個だけど、まあソロで行くタイミングを考えるとご機嫌の方、まあまあ減らないと強烈が欲しいね。次はさあ、それではそこが一番怪しいんで、それ以外からあーなるほどね、渡れる、渡り廊下。お客様立ち入り禁止ですよ。メタルギアソリッド、ここ渡ってバレないように。まあ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 、あれいきなりなんだ。マリオ、なんか見つかった。こっち行けないって言われたんだ。え、止められ、ゴニョゴニョ。こいつらで騒ぎを起こしていけるようにしてくれるのかな。そんな感じだよね。じゃあこっちが行く道としたら、先にこの辺行っとこうか。なるほど。なんかの情報を得てここで謎解きがあるんだね。これ噛んでいける。4桁のパスワードといえばね、昔のねボンバーマンあたりに多かったコロコロ。昔ね、あのいろんなゲームがコロコロとコラボしてね、コロコロってパスワードするとね、なんか特別なことが結構あったんで、まあダメだわね。さあ、じゃあ4つの番号を探しに行くぞー。
ゃん、お母さん、君たち迷子なの？おじさん、どこどこ、お家に帰りたい。ほら、案内してあげるからね。ほら、こっちだよ。おじさん、なんでここの仕事してるの？おじさんはこの仕事が好きだからね。どうしたの？あ、背中が痒くて。ママに会いたいよ。行こうね、ママのどこ行こうね。隠す人選間違っとうやろあの体のでっかいデブ君に隠してもらわないと。何者だ。わあ、怪しいやつ、ひっ捕らえてやる。ははい、さあ一人で勝てるのか。めっちゃ痛いし、こけた。まあそんな攻撃してくる。キノコ使うよ。やばい、あと4回しかないぞ。初見のこれはきつい。ってことでフラグセットでロッカーアタックよりも火を取りたい。あー終わってる。17ターンは遠すぎるな。こいつら踏めんのかな、大丈夫かな。むずいね、普通に。こいつ HDMI ケーブルじゃないこいつ上にしたから多分上に行ったらダメだ。フランサーアタックじゃなくても割と強いな。おい、あとマリオとルイージの経験値離れるのが嫌だな。だからってわざわざね、マリオを殺してルイージの経験値を追いつかせるのもな。トトと合流したいね。こちら、ゾケット兵。ゲートの番号を忘れて戻ってこられなくなった。敵の悪いゾケット兵たちのためにヒントを出してやる。左から2番目が3で1番右が7だ。メモっとく。まあ、これぐらいなら覚えれるか。丸3丸7。はい。頑張って思い出せよ。丸3丸7。でもまだ99通りはあるんだけど。きつくない？もう一個ぐらいヒントもらわないときつない。お、なんかありそう。暗号みたいな鍵見なかった？いるわけないよね。通信室の机のそばか。通信室ってここでいいのかな。お、あるある。ビル2階。さっき光ってなかったよね。丸3丸7。カメラ対何これ。丸3丸7だから、1,2,3 なのかな。3,7。
もう一個のヒントあるのか。教えた。一応写真は撮ったんだけど、もう一個は、あ、一番左に。なるほど、ね、すぐにはご案内できませんね。暗号を発行しますね。これ5かな。一応カシャッと。ヌミちゃんはすごいな。女優とかにならないのかな。ドキドキしたね。さあ、ということで、とりあえずここが3と7は確定で、1個目が5だとすれば 3? なんかね、カメラプラス頭に2個だったんだけど、今何だった？何歩だった？ねえ、7ぐらいだったよね今。なんかね、四角いのに丸いカメラみたいなと2本の角みたいなのだったよ。まあ当たった。え、1個目の5は確定だったみたいな。暗証番号解除しましたよね。あなたたちですね。困るんですよ、そういうことされたら。僕にだって大切な家族がいるのに、どう責任取ってくれるんですか。落ち着いて。ここに連れ去られてきた仲間を助けたいだけなんだ。迷惑はかけないからさ、お願い。友達が心配なんですよ。マリナ、こんな小さな子たちだって頑張ってるのに、僕は実は怪しい3人組が突然やってきて、変な鳥で僕の家族をさらっていったんです。それで言うことを聞かないと家族をひどい目に遭わせるって脅されて。怪しい3人組ってやつらだね。初めて会ったあなたたちにお願いするのも変ですけど、お願いします。どうか家族を助けてください。任せておけ。4階の渡り廊下の先に行きました。さすがにルイージ回収してからじゃないときついね。さあ3階、敵いる。わっ、ほんと手前に移動させるのやめてほしい。多くすぎね。こんなん。やってられませんよ。あん、いや、こんなんやってられませんわ。逃げろー。さあ、余計なことしたくないで、とりあえず右ルート。正直2人でもきつそうなのに。おっと、なんか番号が書いてる。6491。ちょっとメモろう。メモメモ紙。
ざけんなよ。きつい、きつい、きつい、これはきつい。きっちい。マリオとルイージの経験値離れるのも嫌なんでね。できるだけ敵は完全回避していきたい。よし、OK。なに？これじゃいけねえよー。ルイージがいないから。クソ、どうすればいいんだ。幅跳び、幅跳びマーリオー。ヤッホー。あれ、いかない。これは無理だ。ルイージー。ルイージー。ルイージーして。いや、緑のヒゲは侮れないヒゲだ。間が抜けているように見えるが、何をしでかすかわからん。あーい、あーい、トゥイマテーン。それ違うしてな。あ、緑のヒゲも大道大島連れていくんか。素晴らしく働いてくれるようには見えねえぞ。それでもここに置いていくことはできんだろ。赤いヒゲを落とすのにも使えるかもしれん。じゃあ一休みしてから大道大島に運ぶぜ。やってらんね、こっから出れるわけねえっての観光でもしてもらおうぜ。おい、見張りがいなくなったぞ。抜け出してマリオと合流だ。ね、ここの操作が多分ね、違うだろう。話す B になってる。捕まってしまいました。給料カットされるんですかね。落ち着け、とにかくも持ちつけお前だ。静かにしてください。騒いでると連れていかれる。昇級したのに。ライバル会社の戦略だとしたらこうしてはいられません。トイレ行きたい。ということでまず、なんもないよねーっと。スイッチ押せる？押せない。おっとっとっと、やっほー、やっ、こっちに。アイテム見えた。土管使って帰れば。身も蓋もねえ。あれ繋がってんのかな。あっと抜けれた。やったぜ。ちょ、緑のヒゲさん、ハンマーで木幕を壊すなんて弁償してくれるの。備品か。え、私も出してくださいよ。定時過ぎちゃってますよ。勇敢なヒゲおじさん、ちょっといいかな。向こうにあるセキュリティキーを解除しなきゃならないんだけど。え、嘘でしょ、ずっといたよ。あれ、これ見たぞ。なんだか頼りないが、助けに戻ってきてくれると信じてるよ。さあ、先ほどメモった番号はどうなんでしょうか。あー、変えられねえ。くっそ。とりあえずルイージの分だけで回しとくか。
6491。あ、おい、もう1だ。マリオルイージルイージマリオマリオマリオルイージしかし、いや飛び降りた。やったー、合流だー。無事に合流できてよかったな。新たな島民たちは大東大島だってな、全体を作らせてるんだ、ね、マリオあとこれさらわれる意味あったそんな分かっとったことや、大東大島に行くってもういっこしぶれとこしぶれたとポールカラビー取り締めてテッテテーンと、ギミルダが作ってくれた。 やったなルイージ。さあということで合流できましたわ。おそらく今のでチャレンジが追加されたので、ね、どっちかエッグでエクセレントを30回、サンダーダイナモでエクセレント30回、ノーダメ100回もちょっと遠いな。ゾケットハンター、ね、そしてコイン裸一貫がやっぱ遠いね。無敗のハイター20はとりあえずこれをなんとか終わらせたい。よし、じゃああいつら助けに行くか。しょうがねえな。